ヴィンセンテロメロレドンドパステルがパステルがヴィンセンテロメロレドンドはスペインの画家幻想的な風景で孤独に過ごす少女を描くことで知られている地中海の巨匠たちの芸術に見られる鮮やかな輝きを受け継ぎながら類まれな美しさと静けさを表現していると評価されておりヨーロッパをはじめとする世界各国で展示され高い評価を得ているマドリードで生まれた 早くから絵に興味を持ち、学校でスケッチをしており、19歳でサンフェルナンド美術学校に入学し、1982年に彫刻の学士を取得して卒業した。数年間はスペイン半島や島々の海岸沿いで、路上ポートレーターとして活動しながら、独学で造形表現のスキルを高め、最終的にはパステルを最も好んで、使うようになったという。 ロメロレドンドは1987年にコスタブラバのカロンジェに定住し、そこで現在の輝かしい地中海スタイルへと成熟していった。パステルアートの巨匠として知られ、最近ではフランス、トルコ、フィリピンなどの国際的なパステルアートのイベントに特別ゲストとして参加している。スペイン以外にもイタリア、ロシア、アメリカ、中国など、 多くの国で作品が展示されている。2015年にはプラチック・デアーツに作品の開古展が掲載された。また、オーストラリア・ビクトリア州のパステル協会の公式開放ビパステルは、表紙をロメロレ・ドンドの作品に当て、美と光の優れたスペイン人画家と紹介している。また、教育者としても活躍しており、世界の多くの都市で、 アートワークショップを講述している。そして自分の作品が驚きの幻想、親密さの失われた瞬間を提供しようとしている、としている。